こんにちは。今回は村山実選手を紹介します。1936年12月生まれ、投手右投げ右打ち。全体を使って投げ込むフォームはザトペック投法と呼ばれました。住友工業高校から関西大学を経て1959年阪神タイガースに入団。1年目からエースの座を奪い取り、18勝10敗防御率 1.19、 通算成績222勝147敗、防御率 2.09、 2271奪三振、 MVP1 回、ベストナイン3回、最多勝2回、最優秀防御率3回、最優秀勝率1回、沢村賞3回。プロ野球史上初の天覧試合。村山は9回裏、長嶋茂雄に左翼席上段ポール際に突き刺さるサヨナラ本塁打を浴びる。しかし亡くなるまで長嶋のサヨナラ本塁打をファールだと主張し続けていた。1972年現役引退、1993年に殿堂入りを果たした。長嶋茂雄との名勝負を繰り広げた。